どうもこんな感じで、もう3ヶ月に1回、ベベのために申し訳ないことばっかりしております。座長からのご挨拶でございますが、皆様のご不幸があったかな、皆様のご多幸と終わったなんでどんなして言うてんねん。で、まあ、そんなわけでございましてですね、またベベでございます。ベベもたくさん来ていただけるようになりました。ありがとうございます、それでも行くとこ行けばまだ2人3人なんですよ。寂しい時もあるんですけど、それはそれでまた良いなと思いながらね。でもいつも来てくれるね、こうやって顔見るとずっといつもおなじみさんばっかり来てくれますんで、ありがたい話でございますよ。でそれや言うて、うちらがなんか毎回違うことやってる方は別にそうでもないんですね。意外とね、順番入れ替えとくらいでごまかしながらやってますね。なかなか順番をごまかしながら新曲がね、ほんまにそういう無駄な期待をまあ、まあそんなんでございます。まあ、新曲でございますと、新曲の話を今からせないかんですけどね、今からちょっと珍しいというか、我々があまり多分しないかなというような曲なんですけど、ね、後ろが今ちょっと待っていいですか。後ろで茂みを書いてください。今出ないからね、全然構いません。僕は一人で喋ってますから、全然答えますよ、ね、ハプニングもあるよね、あります、何もでもあります。僕がギターの弦全部切るとかね、そんなのあるかもわかりません。そうなった時にはもうどうしよう、なってるわ。ほんで、まあ、その新曲の件でございますが、今回もまだ新曲何曲かは用意はしてきてるんですけど、新曲のたびにね、ちょっと体の調子が悪くなるぐらい緊張しますんで、あんまりしたくないんですけど、いつも安心した曲だけをしていきたいんですよ。そうはいきません、ね、そういうことをしてるとまたあのバンドあんな曲あの曲しかやってない、またあの曲やってますって言われたらちょっとね、せえないの。まあそうなんで、うちらはうちらなりにちょっと新曲をなどを挟みながらやっていくことにしております。それとですね、もう今春の宴ということで、今日もうまだ春なんですよ。全然春ちゃうんですけどね、暑いぐらいでございましょう、ね、初夏でございますけど、まあ初夏みたいな話でございます。初夏君が悪いと思います。で、それ親父が言ってそいつは考えてるからですね。大谷さんがなんかならないというかね、ここから聞こえるよ。おー、何かあるよね、もう一番大事な音ですからね、ベースの音っていうのはね、キャプテンブートレじゃなくてキャプテンを持って大谷さん、まあゆっくり調整して出たらいいですよ。ジュンさん、ほんで、はい、今日はまあ5月の13日ということで、春の宴ということでね、はい、まだ春でございます、はい、僕たちは浮かれで春気分でございます、はい、次夏ですね。夏の宴や、これや、これはまたえらいことがありますよ。そう、発表してあげてください。すいませんが、 2days のコズミック初で 2days をやらせていただくことになりました。いや、家じゃなくて他人事ではないんですよ。皆さんにものすごい関係してくるわけでございます。イエーイ、イエーイ言うて頑張れ。いやいや、他人事みたいなのとかしちゃって、その2日間の集客を頑張らないとダメだ。それ止まる、止まる。夏は水着でしょ。水着OK ですよ。スクール水で、スクール水すか、スクール水ですか。会社休んで江戸から、スクール水すか。お江戸に行って汚れたね。いいですか、スクール水着に白ソックスですか。ないですか、こんなやつ見たことない。ここ、あ、そうか、ゼッケンとかつけますか。自分古いわ、ちょっと。大体君の頭の中のやつものすごい古い、はい、ね、宇宙企画の頃のなんかセッティング、そうじゃなくて、そのバーンと 2days とか言うたらものすごい忙しそうでしょ。土日とかね、違うんです。土曜日2週続けてやります。すいません、やらせていただきます。もうそれはもう僕たちもにも心もボロボロでございますんで、いやいやいや、今からこのそれをずっとみんなで
ちょっとずつ試して2週間にわたってやるとまあできるやろということでございます。これも皆様のご協力がないことにもなりありませんので、そこをねご予約を、そう、もうそこしかお願いするところがありませんので、お宣伝をぜひ、まあね、嫌じゃなければほんまに、ぜひ、土曜日に来ていただいて、もう次のまた土曜日に来ていただけたら、その時にまあ一言愛ちゃんに来るよって言っていただけたら、もうこのままの状態で置いときますんで、ちゃんとこう、もう皆さんの席も変えません、もうそのまま座ってた、あの1日目だけね、まあ、そんなあの溢れかえることないですから、心配ありませんのでね、溢れかえたことのことを考えて、2days にご迷惑を、喋ってものをご迷惑をおかけしないように、2days にする。